木屋さんが就活の場に選んだのは加賀産業道路からほど近い場所にある創建。来年で創業50周年を迎える能美市の会社です。こんにちは、木屋有香と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回本音で語ってくれるのは入社9年目の西田さん。創建で電気制御を担当しています。西田さんが働く場所創建は主に自動車メーカー向けの自動化装置をはじめ、あらゆる工場のファクトリーオートメーション化に向けた設備を設計・製造、今後さまざまな分野で飛躍が期待されています。2人はまずメイン工場へ。こちらが創建の第二工場と呼ばれる工場で、今組んでる機械がこちらの2台になりますね、はい、こちらはコンベアと呼ばれるもので、プレスから運ばれてきた材料を搬送していく装置ですね。西田さんはここでどのような仕事をしているんですか？自分は制御設計っていうものをやってまして、電気に関わるものですね、 CAD とか使ったりして設計しながら、機械を動かすときにこの現場に来て実際このコンベアを動かしたりっていうことをやってます。また FA 化の進む現代ではロボットを導入したシステムの設計・製造も。先ほど工場で見ていただいた機械の他にこういったものがあるんですけれども、これっていうと、いろんな方向に機械を動かすことが、姿勢を変えることができるような機械になってまして、溶接だとか材料搬送だとかに近年多く用いられるようになってきて、弊社のような材料搬送するような機械を作るメーカーでも最近多く取り入れてきていますね。西田さんが日頃の業務の中でやりがいを感じるときはどのようなときなんですか？やっぱり大企業と違って一人一人がやらなきゃいけない仕事っていうのは多いと思ってます。なのでその分負担はあるんですけども、やっぱり大変な思いをした分得るものも大きいですし、自分の場合は実際にお客様の工場に行ってお客様と一つの機械を仕上げていくっていう中で、お客様とも信頼関係とか生まれたりで、最後にありがとうございましたって逆に言ってもらえたりするっていうところに、やっててよかったなと思いますし、そこにやりがいとかを感じますね。具体的に西田さんが就活の際にされたことっていうのはどのようなことなんですか？学生の頃はやっぱり今ほどインターネットっていうものが普及しているわけではなかったので、やっぱりその少ない情報量の中、自分が行きたい企業っていうものを探すっていうのは苦労はしたと思いますね。あとは面接対策とかにおいて、自分の学生時代に得た知識を企業でどうアピールできるのかっていうところに時間を費やしましたかね。先ほど見学させていただいた中で女性の方が何人かいらっしゃったんですが、女性の方も多く働いていますか？そうですね、うちの会社の3分の1ぐらいが女性の方で、それぞれ活躍していただいてますね、なんで部署間、その男女間問わずそれぞれコミュニケーション取り合える社風だと思ってますね、西田さんの今後の目標などを教えていただきたいです。これまではどうすれば今よりもいい機会を作っていけるのか、お客様の満足する機会ができていくのかっていうものに重きを置いて仕事をこなしてきたんですけれども、これからは次の若い世代の人たちに自分のスキルを伝えていきたいなと思っています。専門知識
を伝えていくというよりは、その技術っていうのは時代とともに変化するし増えていくものなので、自分のスキルというよりは自分のものづくりにおける姿勢っていうものを伝えていければなと思ってます。では本音で語る創建の求める人材とは。機械好きでチャレンジ精神のある方を求めています。要望に応じてチャレンジをしていく、そういう方の応募をお待ちしております。木屋さん、創建の本音は見えましたか？今日創建さんを訪問させていただいて、工場の中の見学や西田さんのお話など普段できないような貴重な経験ができてとても良かったです。これからの就職活動に生かしていきたいと思います。